GM チャンネルスタッフ新年明けましておめでとうございます。さあ今回は最強決定戦をやりたいと思います。今回はボンバーマンですね。それではお願いします。はい、白ボンバーマンの健太郎です。はい、黒のペパミンです。はい、赤のみやこです。青のゴエモンです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。でね、実況解説においちゃんがいますんで、それではよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあまずその進行大丈夫かそれでは先生早速やっていただきましょうか。はい、じゃあいきますよ。す、ね、はい、でこれはですね、1位が決勝進出、はい、2位が敗者復活戦に回れるっていう仕様になっております。うん、はい、じゃあまず、はい、あれ赤が何も置かないですね。ああ、やった、間違えました早速まあまあここまではね、まだ動きが全然ないんでね、まだ序盤の序盤なんで。ただですね、青が結構ですね、強化アイテムを消してるんですよね、自分で。なるほど、それはどう言ってみて消してると。ただ単に置いちゃってるだけなんでしょうけどなるほど、確認をしないっていうことですね。そうですね。白は結構ボンバーマンを理解してます、ね、ちょっと待って、ちょっと待って、ドクロを破壊しました。黒ちゃん、ダメよ。あ、黒は今惜しいですね、青を倒せましたね、一回。そうですね、あの卵取ってる間に。あ、来んなよ。あ、ここで赤が黒に攻撃を仕掛けますけど、ルーイを持ってる分ちょっと黒の方が有利ですね。あ、ここで白がルーイをゲット。これは紫なんですか。教えません。頑張って自分で解いてくださいあのー、あ、ここだ。あっと赤が落ちてしまった。一気出し。あー、おお、ギリギリからの、もうそろそろね、あのボムの火力がね、高くなってくる時なんでね。あの白ボンは結構火力高いですね。いやもう結構あ、熱い熱いバトル。あ、これやばいんじゃない。青全然大丈夫ですね。見た感じだと白が結構ボンバーマンの操作には慣れてる形ですね。あ、でもバカですね。いやもう火力、危ない、くそ。あ、あ、これは誰が、あ、あ、これ白が。おしゃー、なぜ今黒動かなかった。あ、全然見なかった。なるほど、これはどうなんですか。2位は今のはまあギリギリ黒が2位でしたね。なるほど、見栄えでというわけで、1位が、見事ゴエモンが優勝しまして、やったぜ。2位がペパミン、3位がケンタロウさん、4位がミヤコちゃんという結果になりまして、2位のペパミンはですね、敗者復活戦にこの後登りまして、最終ラウンドにもし勝てれば、敗者復活戦から登りまして最終ラウンドに行くってことですね。はい、なので、ゴエモンはこのまま上がっていただくので、こうご期待ということで。はいはい、はい、じゃあ次のグループですね。はい、新機能実装。 iPhone での課金が実質 6% オフになる方法が登場。ゲームの課金は GM コインで。 GM コイン